はい、プラスパージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、センサロです。今回は、フィット EHEV 試乗編ということで、実際に車を走らせてみたいと思います。この車ですね、ホンダがね、もう鳴り物入りで出してきたというね、この EHEV ですけども、燃費がもうとにかくいいということなので、まあ燃費だけじゃなくて走りもかなり上質だっていうことらしいんですけど、まあ動かしてみないとわかんないんでね、それをね。じゃあ絶対走ってみたいと思います。で、今回ちょっとね、せっかくなんで、あのメーター上にちょっとこう燃費出るじゃないですか。で、一回リセットかけたんで、僕が今から乗って走ってどのぐらい燃費が出るかっていうのも一緒に見ていきたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。ちなみにこれも走れる状態になってます。エンジンかかってません。モーターの状態です。何も起こらないですね。これで走れるんですかね。動きましたね。すごいな。ハンドル軽い。ハンドルが軽いよ。見晴らしいいね。めちゃくちゃ見晴らしがいい。さあ、今回のフィットハイブリッドですけれども、まあ、フィットハイブリッドっていうふうに呼ばないんですね。フィット EHEV という形で呼んでるんですけれども、あれ？あれ？意外とどっしり感？なんかフィット意外とどっしり感ありますね。制限速度にちょっと届かないぐらいって走ってるんですけど、だいたいまあ50キロ出ないぐらいかな。どっしり感がある。やっぱあれなのかな、モーターとバッテリーでめちゃくちゃ重いってことなのかな。結構どっしり感があります。ちなみに今ですね、プラスパージャパンの進展予定値を出て信号2つ超えたところなんですけど、平均燃費が 99.9 になってます。まあそれはそうですよね、ガソリン1滴も使ってないですからね。あ、でもさっきまでほぼ満タンだったバッテリーのゲージが今もう半分を切ってるんで、まあ、そんなに長い距離を EV だけで走るってね、やっぱり難しいんですよね。ただね、乗るとね、ちょっと高級車な感じがしますよ。なんだろう、この重量感、別になんか重たいだるいじゃなくて、なんかしっかり地面にこれついてきます。あ、カーブ曲がりやすいね。あ、エンジンかかってるわ今。ちょっと気づきにくいけど、ほとんどの人これでも気づかないですね。ただエンジンかかると思ったよりも高回転なんですね、エンジンは。はっきりエンジンって分かるよ。これはでもちょっと想像とは全然違う。これ皆さんもでも乗ってもらいたいかもしれないな、このしっかり感。分かったのは、この車の狙いはやはり EV 走行、いわゆる電気自動車として走行するパートを増やしたいんだなっていうのが分かりました。そこに合わせてきてますね。正直エンジンが鳴り出した時に意外とエンジン回転回ってんだなっていうのを感じました。ただね、なんだろうね、このホンダはとにかくモーターで走る時をいかに快適に、でエンジンはエンジンでいかに短時間でしっかりバッテリーを充電できるかっていうのを考えた結果、この雰囲気だと思うんですけど、ちょっと今少し強く踏み込んで坂を上がっていきます。ETC が利用できません。本当にいつになったらこの専用の ETC 作ってくれるんですかね。 ETC カードを確認してください。めちゃくちゃ言われるやん。でもカーブのこのね、
がってる感じがね、しっくりくるんですよ、しっくり。いいぞ。ちょっと加速していきましょうか。フル加速。で、今、カーブに入るんですけど、ロール全然しない。結構いいスピードですよ、これ。行きたいと思います。はい、では改めて高速に乗っていきたいと思います。この走行ではちょっとクルーズコントロールがどんなものかなっていうのをホンダセンシングの実力を見せていただきたいなというところですけれども、エンジンこうやった時は比較的ねエンジンが起こしますけれども、バッテリーが充電された途端にね静寂が訪れるっていう、タイヤの音しか知らないですね。やっぱモーターの力なのかな、アクセルに対して本当に反応がめちゃくちゃ良くて、リニアってこういうこと言うんだなっていう。さあ、じゃあここからクルーズコントロール入れてみたいと思います。クルーズコントロール1キロ刻みで設定できます。ついてるんでね、信号で止まったらもうブレーキから足を離しても車勝手に動かないので、ぜひねこの機能はみんな使ってください。ただねこれねあるの忘れててね、一生ブレーキ踏み続けてるんですよね大体ね。ただねこのメーカーに今いろいろ表示されてるんですけど、表示する項目が増えてきたらちょっと一瞬混乱がありますね。これだけ機能が詰め込まれてるとねやっぱりねいろいろと使
いこなすまでに少し慣れと、あとちゃんと説明書読まないとダメな感じがしますね。さあ、モーターの状態で、上り坂に行ってみます。どうでしょうか。頑張れ、エンジンかけずに行け。あ、全然いける、全然いける、むしろ余裕だった。絶対わからないわ。今までのフィットとはもう全く違う。とにかく軽さ、軽快感が売りだったところから、軽快感はあるんですよ。ただね、地面に張り付いてる感をしっかり演出してる。これ多分足の味付けだと思うんですけど、これがね、なんかね、安心できる、まあ本当に安心感につながる味付けだと思いますね。まあ、やっぱ視界の良さがすごいですね。ガラスよりもエピラの方がより前に行ってるんですね。すごいな。いやー、ちょっと驚きました。なんか全く違う車って感じ。なんかいろいろフィットの系譜をね、僕は今まで乗り継ぐ機会多かったんですけど、ね、やっぱね、あれだけ売れた車だし、それこそ初代がデビューした時なんかは、あのトヨタのプリウス抜いて、カローラ抜いて、もうどこ行ってもフィットみたいな時代がありましたけれども、でも今でもね、売れ続けてますけど、それにはこういうわけがあったんですね。そこで今発電モードになりましたね。ちょっと分かんないように少し電気に迫ってくるかもしれないですけど、ただ今のところね、カタログ値に限りなく近いかもしれない。だいたい市街地でちゃんと制限速度を守って走ってると、どんどん充電されていくという作りですね。あとはサスペンション自体の、そのまあどっしり感もそうなんですけど、突き上げとかは一切ないですね。一切、本当に一切ない。ただかといってふにょふにょじゃないんですよ。ロールしないし、これどういう技術なんでしょうね。この柔らかいのにフラフラしないっていう作り方、まあ、スタビライザーを答えるかな。この辺ね、ちょっとなんかこう開発秘話みたいのをね、メーカーさんとか出してたらちょっと読みたいですね。ホンダ昔結構ね、なんかファクトノートとかなんかその名前であったような気がします。さあ、ということで、では降りて総括したいと思います。はい、ということで、ホンダフィット EHEV 乗せていただきました。まずですね、今走行した、燃費、皆さんどのぐらいだったと思いますか。なんとですね、今のまあちょっと短い距離ではあるんで、正直車にはだいぶ燃費的に厳しかったと思います。充電するチャンスがないのにいきなり高速乗るっていうね、だったんですけど、なんと平均燃費リッター 29.9 でした。これはすごい。今のでリッター30ですよ、ほぼ。これはね、すごい。で、何よりもやっぱり僕ね、ちょっと走行しながら100回ぐらい言ったんですけど、なんだろうな、このどっしり感、安定感、これはちょっとこのクラスの車では他にないです。だから例えば今まで大きいセダンとか乗ってた方が、ちょっとコンパクトカー乗り換えたいなと思ったら、絶対1回試乗した方がいいです。多分これになっちゃうと思います、乗り味的に。かといって重いだるい車とは違うんですよ。ちゃんと軽快感もあって、なのに剛性感とこの重量感、安定感があるっていう、これはね、ちょっと今までのコンパクトカーでは考えられない作りだと思います。はい。でね、まあ、何よりもお値段が安いんですよね。もう最近紹介してる車みんな高いじゃないですか。その中でこちらはね、新車でまあ大体200万円前後で、このグレードとかは買えちゃいますので、まあ、オプションとかいろいろありますけど、ぜひね、これね、コスパはめちゃくちゃいいと思います。僕ちょっと今までのこのフィットとは印象がだいぶ変わりました。まあ、新しい時代のフィットね、ぜひ皆さんにもね、試乗だけでもこれをしていただきたいと思います。それとですね、さっき内装の方の動画ではご紹介させていただいたんですけれども、もしね、プラスパワージャパンでこのフィットをね、ご契約いただいた方には、ナビゲーションのオープニング画面にね、しおりちゃんの画像を入れときますんでね、ぜひね、皆さんね、
これはもう世界でうちだけができるサービスですから、ぜひね、まあ、別に消してもいいですけど、ぜひね、ご検討いただければと思います。さあ、ということでですね、ここまでは、フィット EHEV をご紹介させていただきました。この動画が面白いなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。もちろんですね、プラスパージャパンは、新車金利 1.9% 120回払い対応しておりますので、そちらもご検討ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ここまでは仙太郎でした。バイバイ。